どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワテラです。というわけで今週は問題あり。なんと本日のクイックアップデート、現時点では新車両が追加確認取れていません。9月8日のうちであれば新車両を追加された場合再度お知らせします。また気づいた方はコメントぜひよろしくお願いします。というわけで今週追加の車両がまだ見つからない状態からの割引などは更新されました。期間は15日の17時頃までとなっていて、今週のレジェンダリーの割引からいきます。まず1台目なんですけれども、スウィンガー、なかなかかっこいい車両です。これボディペイントもいろいろありますね。でさらにですね、今週の割引、まだレジェンダリーモータースポーツあるんですけれども、 GP1 という車両で、これは LS 解除のテスト車両ともなっているので、お試しできます。またブローラー、こちらも割引となっています。今週の南サンアンドレアス割引です。今週ここにシビック系が来るんじゃないかと言われてたんですが、何度探しても現時点では見つかりませんでした。でウォーレナー HKR という車両が割引となっていて、これはエアサスのように車両を、車庫端にすることができます。またチューリップ、おしゃれな渋い車両を作ることができるので、お金に余裕があったらおすすめかなと思います。さらに今週は、こちらのウォーストックですね、で割引のストライクフォースという航空機が割引です。これ格納庫必要となります。また飛行機系の割引、これは飛行船が割引、さらにですねアルファ Z1 っていう飛行機が割引、またハボックが割引となっています。今週一番割引ででかいのが、なんと 50% オフのベニーズアップグレード、全部 50% オフですね、全車両ですね。なので今までベニーズの車両高くてなかなか手出せないなとか、カスタム代高いなって思ってた人は、アップグレードが半額っていうのはかなりねカスタム代金抑えられるので、まあ、今週おすすめかなと思います。そして今週ナイトクラブ本体も割引、そしてカスタムも割引、アップグレードも割引ということで、例えばですね、初心者さん、カヨペリコ強盗をやる次に自動のお金稼ぎとしてナイトクラブおすすめなんですけども、これが、本体割引、さらにカスタム代も割引なのでおすすめです。かといって全部つける必要はなくて、まあ最低限本体と、ストレージの部分だけねちょっと追加すればいいかなと。あとダンサードライアイスっていうのは、まあ、お金に余裕があったらちょっとつけたいなっていう人だけつけるといいんじゃないかなと思います。そして今週LS 会場の豪華景品は、なんと昔のスーパーカーのおしゃれなやつですね。これ結構人気あるんですけど、オシリス。3日連続上位1位に入れ。ということで、条件なんですけれども、レースのところからロックスターゲーム作成のところで、追跡レースだったりとか、または、もう1個ストリートレース、3日連続1位になる必要があります。これで無料会場になります。今週のテスト車両はこの3台となっていて、そのうちの2台が今週割引車両なので、買う前に試乗するのもありかなと思います。そして今週は全員もらえる赤の発光サングラス、もうすでに持っていると思いますので、スタイルから所持品のところで確認をしてみてください。今週カジノ豪華景品は 8F ドラフターというアウディ系の車両です。常にデイライトがついているような感じで結構かっこいい車両ですね。もともと値段は80万ドルぐらいと結構高額なので、当てちゃった方がいいかなと思います。またラグジュアリーオートは赤の車両2台となりました。なかなか渋い感じです。そして、プレミアムデラックスモータースポーツのショップですね、シミオンのショップも全部今週は赤の車両で、まあ新車両シビック来るんじゃないかみたいな匂わせ方のね車両が展示されてますけれども、現時点では追加されていませんでしたので、もう一回アップデートが入るのか、もしくは来週になるのか、入り次第ぜひ気づいた人はコメントよろしくお願いします。またパパテラも気づいたらお知らせしたいと思います。報酬3倍ホットリングレースが継続ということで、いいんだか悪いんだかって感じなんですが、初心者さんはこの報酬3倍の期間にアワードとか RP 稼ぎ、お金稼ぎガンガンやってみてください。8分クリアがおすすめです。また敵対モード相撲、報酬2倍ということで、これ自体は、全員で8人とかのプレイになるんですけれども、結構ね面白いと言われてますので、やったことない人はぜひチャレンジしてみてください。では今週の半額のベニーズアップグレード全車種なんですけれども、まあ、おそらく一番高くなってくるのが LG RH8 とかなんと思うんですけども、それがねもともと90何万とかアップグレードするんですね。
それが40万ぐらいに抑えられるっていうのはかなりお得かなと思います。また、こういうのバッカニアっていうのはもともと安いんですけれども、これもアップグレードが半額になっていて19万5千ドルとなっています。このように割引のマーク出てなくても1回戻ったりもう1回表示させると割引マーク出たりしますので、これが半額だよっていう印になります。まあおすすめはですね、サルタン RS とかエレジ RH8、 これアップグレードするのもありじゃないかなと思います。そして今週はナイトクラブの人気が2倍と言われてるんですけども、これ金庫の方が2倍なのか、スピードが2倍なのか、もしくは大型アップデート以降に追加された人気をアップするジョブというのが、アクティビティとして報酬アップなのかちょっと不明なので、分かり次第またお知らせします。また今週はナイトクラブのアップグレード割引なので、放置系お金稼ぎするんであればアップグレードはあった方がいいです。そして割引中にやるのがおすすめかなと思います。普段だと結構アップグレード高いので、この割引は逃さない方がいいと思います。それ以外にも見えない報酬アップ系でビジネスバトルが報酬アップ、そして先ほど言ったナイトクラブの人気が2倍と言われています。またハオスペシャルワークスタイムトライアル、これは PS5 Xbox シリーズ限定の、タイムトライアルが報酬2倍となっていて、さらに CEO のボスジョブなどが継続で報酬アップ、報酬2倍と言われています。ナイトクラブ初心者講座っていうのは説明欄の方にリンク貼っておきますので、エリシアンと1倍安いんですけれどもちょっと不便だったりしますので、できればロスサントス空港あたりがいいかなと。そしてデフォルトで買っておく、まずは試しでお金稼ぎ自動でやってみるといいんじゃないかなと思います。放置で稼げる方法も説明欄にリンク貼っておきますので参考にしてみてください。というわけで今日はですね、アップデートが来て、いよいよ新車両でシビック系が来るのか、もしくはアウディ系が来るのかと言われていましたけれども、なんと新車両がこの動画を投稿した現時点ではない状態、そしてクイックアップデートの報酬アップなどは来ている状態となっていました。まあおそらく運営の方が忘れちゃったとかミスなんだとは思うんですけれども、今日のうちにできれば追加されるといいかなと、もしくは次の日、まあ最悪来週っていう可能性もありますので、ぜひ皆さんが気づいた時点でぜひコメントよろしくお願いします。というわけで、今週はちょっとハプニング大量だったんですけども、このような状況となってますので、皆さんと一緒に情報を共有していきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。